はい、日本選手権競輪静岡で行われておりますが、優勝戦の展開予想をしたいと思います。まずですね、愛知3人ラインができましたが、その愛知の3人のラインが、競りを嫌った時のパターンですね。まずそれからいきます。短期の選手が3人いますので、競りを避けるためにはどうしても S を取るという選択を取ります。そうしますと、深谷が、一番前ですね。以下短期の3人が中段、新田は後方待機、打鐘とともに新田が上がり、先行態勢を取ります。深谷は、下げて7番手、愛知ラインは後方になります。ホームで、どのようになるか、当然深谷は追い上げていくんですが、その1としましたが、その1の場合は新田が、主導権を取っている場合ですね。深谷不発のパターンです。ホームその2の場合、新田はペースを緩めて、自ら深谷の番手を狙いに行く、このパターンで、予想してみました。続いて愛知3人ラインが、無風で主導権を取った場合ですね。これは、本当からいきますと考えにくいパターンですが、その場合ですね。その場合は、4コーナーまで、深谷が主導権を取っていると。ただ、4コーナー過ぎて、吉永抜きに行っても、抜けるかどうかというのは、分かりません。また、後ろからの仕掛けが飛んでくる、当然飛んできますね。その場合、吉田は、優勝したいそう思うのだったら、3班からもう番手まくり気味に出ていくと、そういうパターンになると思います。よって、狙い目なんですが、新田先行の場合は、春友のワンツーですね。また深谷のまくりが飛んできますので、新田深谷の裏表、また春友と深谷の裏表、また深谷先行の場合は、吉田が早めに、抜きに行きまして、追走近藤との、裏表、二者単の回目からですが、3着は当然全通りで流さなければならないと。そう思っております。以上です。